東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業科不動産取引特別相談室弁護士の藤川浩一と申します今回はクーリングオフについてトラブル回避のためにということでお話をさせていただきます。宅建業法のの定めるクーリングオフというのが 宅建業法の37条の2の条第1項に定められております宅建業者が自ら売り主となる宅地建物の売買契約で事務所等以外の場所で買い受けの申し込みをした者または売買契約の締結書を買い主は一定の場合に申し込みの撤回または契約の解除を行うことができるという制度です。 クーリングオフの適用行使要件ということですがまず対象となる取引については宅建業者が自ら売り主となる宅地または建物の売買契約買い主も宅建業者の場合は適用除外となります対象となる場所ですが事務所等以外の場所で買い受けの申し込みまたは売買契約の締結をした場合 ただ事務所等で買い,買い受けの申し込みがあって事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は「クーリングオフの適用除外とされております、えー、行使できる時期」ですが、えー「クーリング・オフができる」ということとその方法について告げられた日から起算し8日間が経過していないこと。 次に要するに交渉、ね、方法については申し込みの撤回等の意思表示を書面に行って行うことこれは発発信で効力が発生しますクーリング・オフの効果ですが申し込みの撤回契約の解除の効果が発生し宅建業者は損害賠償や違約金の請求はできません。 宅建業者は受領済みの手付金等の金銭を速やかに返還しなければなりませんまた強行法であるということでクーリングオフの規定に反する特約で申し込み者等に不利にな特約は無効と定められております買い受けの申し込みについてですがクーリングオフの対象となる申し込みというのは売り主業者が承諾をすれば 売買契約が成立する程度の確定性具体性を持ったものである必要があります、えー、単なる買い受け希望の表明や受付順位を保全するなどのものはクーリングオフのの適用対象ととすするままでもなく、えー、購入意思の本位が可能と、えー、されております、えー、例えば、えー、モデルルーム等でのアンケートとか受付用紙受付をしたいの場合が、まあ、大体このようなものに当たるのではないでしょうか。 申し込み場所と契約場所が異なる場合ですけども、えーまあ、ここでまあ整理はしておりますけども基本的に、えー、申し込みが、えー、事務所等で行われた場合は適用除外となるということになっております。えー、自宅勤務先以外の事務所等についてということですが。 えー、宅建業法三十七条の二の第一項の条文を整理すると、えー、このような表になっております。えー、中身については、えー、まあ、次にお話をいたします。えー、まず、えー、自宅勤務先以外の事務所と、事務所等ですね、についてですけれども、えー。法律の定めでは、えー、宅建業法三十一条の三第一項の規定により。ええー、専任の宅。 建物取引所を置くべきものというのが前提で、えー、さらに、えー、事務所その他国土,省国土交通省令で定める場所ごとに、えー、これによって託研誌まあ専任、えー、の取引所を設置する義務があって、えー、そこのうちで、えー、今度は、えー、業法施行規則の15条の5の2で、えー、場所が定められているということになります。 えっとまずその「専任の取り消しを置くべき場所」ということで、えー、ここに書いてあるような、えー、ものが1から4まで、えー、挙げられておりますけれども、えー、まあこの場所であることを前提として、えー、そこの中で事務所等として扱うものというものが定められています。えー 具体的にはこのページに書いてある「ロハに」とあと「ほ」がありますけれども前の取引士を置くべき場所と違いというのがありまして「い」はほぼ同じ「ろ」については土地に定着する建物内に限る「は」については「 これは売買の代理当該売買の代理売買業者の事務所も含まれる。2これは前と同じですけれどもこれは土地に定着する建物内に限るということになっております。なおマンションのモデルルーム戸建て分譲のモデルハウス等については物によっては土地に定着する建物か義義がある場合がありますけれども。 これは、えー、案内所、えー、土地に定着するものとして案内所として考えて差し支えないというのが会社運用の考え方であります、えー、次にほ「ほ」ですね。でこれについても、えー、売り主業者のもののほか代理媒介業者のものも含まれるということで、えー、広がっているということになります。 自宅勤務先についてですけれども当該宅建業者の相手方が自宅または勤務する場所において宅地建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあってはその相手方の自宅まただ宅建業者が顧客からの申し出によらず自宅を訪問した場合。 電話等により勧誘により自宅を訪問した場合においては、えー、顧客から自宅等への訪問の了解を得た上で、えー、自宅等で契約締結投稿を行ったときはクーリングオフ制度の適用があると、えー、まあ、訪問販売や電話勧誘が先行している場合については、えー、クーリングオフ制度の適用があると会社区運用の考え方が定めております えー、次にクーリングオフの告知ですが、えー、クーリングオフ期間の、えー、起算点の告知ですね。でこれについては、えー、施工規則によって、えー、内容1から6の内容を記載した書面を交付することが必要になっております。えーまあ、ちょっと読み上げるのはあれですけども照合、えー、とか8日が経過するまではクーリングオフができるとか損害賠償の請求ができませんよと。 あと、まあ、発信主義ですので書面を発した時に効力が生じますよとで手付金などがある場合には速やかに返しますといったものを全て記載した上で告知書を交付する必要があるということでこの条件の一つでも満たしていなければ効力が発生しないということで告知期間が始まらないということになれば履行の完了まではクーリングオフが可能となると。 いうことになります次にクーリングオフ妨害行為についてですがクーリングオフの適用があるのにクーリングオフをしない旨の合意というのは無効となりますクーリングオフの適用があるのにクーリングオフができないと告げる行為損害賠償または違約金が発生するなどと告げる行為はクーリングオフ妨害行為として行政処分対象になると ということになります、えー、クーリングオフの解除通知ですが、えーまあ、これは日付の考え方ということですが、えーまあ、売買契約と同時にクーリングオフの通知があって、えー、そこから8日間の間に発信すれば足りるということになります。 でクーリングオフの解除通知については、まあ、一般的には証拠に残すために内容証明郵便で出していただくことをお勧めしておりますがこれは内容証明の出し方というのをご案内しているものであります。以上でごごござざいいまますご清聴ありがとうございました